皆さんこんにちは、ルービンです。ハミングバードがこの森に戻ってからもう数ヶ月が経ちます。毎日こうしてチチチチって元気に鳴きながらうちの庭に遊びに来てくれます。今日は、春から夏にかけて撮りためてあったものをまとめて一つの動画にしたいなと思っています。気になって撮ってきた動物のことや自然のこと、それから、私がしてきたお仕事やいろんなこと、そんなことをまとめてみます。どうぞお付き合いください。これは6月の上旬のことです。遠くでシャーって聞こえるのは17年セミの鳴き声です。なんか今となっては懐かしいです。朝の散歩の途中で遭遇した野生の七面鳥です。お母さんの後をついて子供たちがついてきますよ。見ててください。ほら来た来た、かわいい。彼らは集団で生活をしているので、どこかに移動するときはこうやって必ず一列になってトコトコトコってお互いについていく感じで列になってます。また赤ちゃんが来ました。かわいいです。人目につかないように生活をしているので、こうやって見るのって結構レアなんですよ。ラッキーでした。この子はうちの庭に遊びに来てくれるチップモンクです。アメリカのリスはグレーで大きいんですが、これはチップモンクといってとっても可愛い。日本でシマリスっていうのでしょうか、よくわからなくてごめんなさい。可愛いので見ててとっても癒されます。毎日来てくれるのが本当嬉しい。ありがとう。こちらはですね、エメラルドグリーンのとっても美しいガなんです。ルナモスと言います。前回の動画にも少し登場した小鹿ちゃんなんですが、毎年うちの裏庭で6月に小鹿ちゃんが生まれます。この子たちは双子ちゃんです。小鹿の体にある白い斑点は天敵から見つかりにくくするためのカムフラージュのためにあるんですが、これは冬の前に消えていきます。そうするとまた子鹿たちもお母さんとさよならして独り立ちしていくんですよ。動画の方がギャラリーですね。お仕事の方に、話が変わっていきます。これが私の、通常のお仕事、普通に一般的にやっている仕事のギャラリーのお仕事です。私実はヨガも教えておりまして、毎週土曜日朝9時から公園でヨガのクラスをしております。町の観光局の依頼でやらせていただいています。たくさんの観光客の方たちを対象に楽しいクラスをと依頼を受けました。もちろん町の方たちも聞いてくれます。こういうクラスなのでミックスなので、ヨガの先生から全くの初心者の方からミックスの本当に楽しいクラスです。あ、この方ねヨガ全く初めてだっていうことだったので、こうやってちょっと体触って矯正というか直したりとかしちゃってます。普段はねあまり体は触りません。湧き水がサラサラと流れる横で、たくさんの木の下、たくさんの小鳥が鳴く下でやるヨガです。とても気持ちがいいので、いつかぜひご一緒しましょう。お待ちしております。ヨガ続きで、こちらは6月20日の夏至の日にやった108回の太陽礼拝の模様です。ヨガの世界では、冬至や夏至なんかに108回の太陽礼拝をするっていう儀式が行われることが割とあるんですが、私たちも7年前かな、1回やったことがあって、それを覚えていた生徒が今年もやってくれと依頼されたので、有志が集まって一緒にやりました。なぜ108回かというと、説明しきれないのでごめんなさい、ここでは割愛しますが、2時間ぐらいかかります。でも本当達成感満載なので、こちらの方も今度ぜひ一緒にやりましょう。ご招待します。
話は全く変わりますが、お友達が庭でなっていた梅の実をたくさんくれました。いろいろこちらで揃うものだけで梅酒を作ってみます。まあ、ブラウンシュガーに、あとはリカは、ブランデーとラム酒を入れて作りました。それととっても楽しみなのが梅干しです。母に作り方を聞いて、生まれて初めて身を見まねて作ってみました。重しが見つからなかったので、お塩とサルサの瓶を入れました。楽しみなんですよね。どうなるかな、ワクワクです。こんなに楽しみにしていたのに、お塩の分量間違えて梅干し全部かびてしまいました。 2% なのに間違えて 0.2% 分を入れました。アホですよね。来年はもしもらえたらきっちり計算します。アートキャンプです。いろんなアートのキャンプをやらせていただいております。今見ているのはリサイクルアートキャンプ、リサイクルのものだけでアートを作ろうというキャンプです。ちらっと見えていたアンの友達なんですけれども、彼女と二人でずっとリサイクルアートキャンプやりたいよねって言っていたので、今年やっと立ち上げて実行しました。楽しかったです。この模様は別動画で今作っているので、またそちらもよかったら見てください。そして我らがチャーリー、時間ができると彼女と会いに行きます。見てください、チャーリー靴持ってぐるぐる回ってます。こうやって何か見たものを加えてぐるぐる回っていくとおやつと交換してもらえると思ってるみたいなんですよね。なのでまんまと私もその彼女の計画にハマっております。ここにおやつあるってもう分かってるしね。待ちきれずにお手をもう始めております。おいしいおいしい。そしたらまた何か加えてやってきました。目が言っていますよね、おやつくれよって、ちょうだいちょうだいって。というわけで、私は帰る前にもう一個だけおやつをあげます。チャーリー、じゃあまたね、チャーリー、バイバイ。この日は知り合いのアーティストの方が藍染めのクラスをするというのでお手伝いをしています。野外でこの日は15人ぐらいの生徒さんが参加していました。こうやって先生がデモンストレーションで見せて、それで生徒さんが真似をしていくっていう感じです。最初はねグリーンなんですよ、ほらこういう、それが酸素に当たって変化していくに従って藍染めの色に変わっていきます。日本でも藍染め習ってたんですけれども、やっぱり染めっていいですよね。ほら皆さんの作品が出てきました。素敵にできてます。コンサートなしでは語れません。アメリカではいろんなところで野外コンサートが行われていますが、うちの町でも野外コンサート毎週土曜日5時から開催されています。毎週違うゲストが来て、毎週違う音楽です。音楽の楽しみ方は様々です。見て見て、友達のお母さんと踊っていたので思わず微笑ましくて撮っちゃいました。なんかいいですよね。ステージの前には湧き水が流れているので、こうやって足を浸しながら聴くこともできます。この二人とっても素敵なアコースティックのメロディーなんですが、この歌です。もうメロディーと歌詞がグッときて号泣してしまいました。リンク下に貼っておくので、よかったらゆっくり聴いてみてください。本当に歌です。そしてこのコンサートの時も私には任務があるんですよ。このコンサートシリーズは、アートカウンセルといって、ギャラリーなどを経営しているカウンセルが
スポンサーなので、その関係でこうやって私、T シャツを売ったり、アーティストの CD を売ったり、そんな感じのお仕事をいつもコンサートの時にさせていただいております。そしてこれが私の最大の任務でありまして、この小さいバケツを持ってドネーション、寄付をいただきに回っております。コンサートの途中でドネーションタイムみたいなのがありまして、私結構こうちょこちょこ小回り効くし、パパッと早く走れちゃうので行けって言われて毎回行かされております。この時はね、このオーディエンス少なかったので、そうでもなかったんですが、いつもここ満員で、はあはあ、ぜいぜいの勢いで走ってます。ドネーションは皆さんの心遣いなので、本当にこういう優しい心をいただけて嬉しいです。ヨガもタダだし、コンサートもタダ、楽しいことがタダでいっぱいできる街なので、皆さんよろしかったらバークリースプリングス、ウェストバージニア州、いつか遊びに来てください。私のコンサートシリーズはもう終わりました。私のヨガは9月の最終土曜日までやっております。最後にこれを言わなければ今年の夏は語れません。17年セミ、17年間近いんです。そして今年がその生まれる17年目の年でした。アメリカ東海岸全体で発生するというわけではなく、面白いことにここでは発生するけどここでは発生しないっていうパッチがあって、うちはたまたま発生する地区だったので、たくさん毎日見ました。毎朝たくさんの命を見ました。中には普通に生まれてこれなくて途中でダメになってしまう子や、五体満足に生まれてこれない子たちもたくさん見ました。そういう命を見て、本当に命の尊さ、そして切なさ、刹那を垣間見ました。そんな私の2021年の夏の始まりだったんです。ハミングバードは今日も元気で庭に来てくれます。そしてもうすぐまたレインフォレストに戻っていきます。この元気なハミングバードたちはこの森で生まれました。またレインフォレストに帰って、そしてまた来年ここに戻ってきたら子供を産んで、また命をつなげてくれます。リスたちだって元気で過ごしております。みんな忘れないであげてくださいね。今日はなんだか日記帳みたいな2021年春から夏にかけてのロビコの日記公開みたいな動画になりました。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今職場の大きな部屋で話しているので、ちょっと声がエコーしていて申し訳なかったです。それでは皆様も素敵な一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。ルピコでした。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。See ya.